ファイナルライブツアーで終わりっていうふうには言われてるんですけど、あまり実感がなくてですね、放送が終わった時とか G ロスが終わって、実感は終わってから湧いたんですが、ファイナルライブツアーはどうなるのかなっていうふうには個人的に思っていて、でもやっぱりお客さんの前に立って、その空気感を味わったらまた気持ちが変わっていくんだろうなっていう気持ちですが、僕はですね、最後の公演だから、最後の公演だから頑張りますっていうことではなくですね、今まで通り、全力で皆様に感謝の気持ちを届けて、僕たちが全力のパフォーマンスをできればいいなと思ってやらせていただきますので、まあでも一番はですね、みんなが怪我のないように楽しく皆さんと、過ごせる時間を作れればいいなと思っておりますので、怪我のないように僕たち最後まで特急車として頑張っていきたいと思います。皆さんも本当に特急車の応援をしていただきありがとうございました。それじゃあ行ってまいります。